このスパ。もうやだー、いつもいつもいつもカズマ、一旦落ち着きましょうね。助けていただきありがとうございます。さて、僕たちはですね。あんたたち異世界人よね。本物に会えるなんて感激だわ。世界を作り変える力？いやいや、まさか。それに朝比奈さんは未来人で、小泉は超能力者、長門は宇宙人だって。いやいや、まさか。正確にはこの銀河を統括する情報統合四年体によって作られた対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース。ああ、そうなんだ。まあ、お気になさらず。それで今回僕たちがこの世界にやってきたのは、鈴宮さんの力によるものと思われます。いや、確かに圧がすごい、ちょっと変わった子だとは思ったけど、世界を移動するってまさか。俺も最初はそう思ったけど、事実だ。まあ、ある日は自分がそんな力を持ってるなんて思っちゃいないけどな。鈴宮ある日が自分の能力を自覚してしまうと、予測できない危険を生む可能性がある。つまり、ある日に自分の能力を気づかせちゃダメってことか。なんかめんどくさいな。そういうことならうちの奴らには言わない方がいいな。なんかポロッとバラしちゃいそうだし。そうしていただけると助かります。それに世界を作り変えられるということは、世界を滅ぼすこともできるということです。だから大きな影響が出ないように、私たちは鈴宮さんの心の状態を気にしてないといけないんです。な、それなら春日の機嫌次第でこの世界がなくなるってことじゃないか。ふふん、 SOS 団の力すごかったでしょ。やるじゃない。この調子でじゃんじゃんクエストをこなしちゃいましょう。春日たちがいれば楽勝だわ。任せて、モンスターを倒すのって楽しいわね。ちょっと敵と戦ったくらいで満足すると思ってた俺がバカだったよ。お前も大変なんだな。いつもあいつらに振り回されてる身として気持ちはわかるぜ。緊急警報、緊急警報、冒険者の皆さんは至急正門に集まってください。高レベルのモンスターが大量に発生しました。ねえ、どうしてあんなに強いモンスターがアクセルまで来るのよ。私、戦いに明け暮れる生活なんて嫌なんですけど、のんびり暮らしたいんですけど。こちらの方たちに迷惑をかけるのは本意ではありません。とはいえ、鈴宮さんの機嫌を損ねるわけにもいきませんしね。みんな行くわよ。全員突撃。よくわからんが、どうやらお別れみたいだな。もう？結局ドラゴンみたいなすごいモンスターと戦うとか異世界っぽい冒険はあんまりできてないのに。まあこんなもんかしらね。それじゃね、カズマ、アクア、メグミ、ダクネス。おう、またいつかな。春日ってば、なんだかちょっと寂しそうだったけど、本当にこれでよかったのかしら。
おい、フラグみたいなこと言うなよ。世界も大変なことにならずに済んだし、キョンたちは無事に帰れたし、よかったじゃないか。ですね。それはそうと、カズマ、本部をお願いします。今日はいろいろあったからな。早く家に帰って休むとしよう。まったくもう、私たちに隠してたことについては、明日にでもじっくり聞かせてもらいますからね。へいへい。あ、春日たちに振り回されたせいで、借金全然返せてないな。それにしても、短い間だったはずなのに、あいつらとは随分長いこと一緒にいたような気がするな。このスバッ